4年ぶりに会った心さんの成長に驚きが隠せなかったといいます。身長も抜かされてるし声変わりもしてるし、なんかこうリオ先輩っていう風に呼ばれた時はなんかちょっとドギマギしちゃって、前みたいなリオ姉ちゃんみたいなのないのがちょっと寂しいですね。そんな2人にクリスマスの思い出を聞いてみると、姉がいるんですけど、姉からこう透明なガラスのなんかおしゃれなアクセサリートレイをプレゼントしてもらったことがすごく嬉しくって、あの指輪とかもあるんですけど、300円ぐらいのやつ。一方、普段からスイーツ作りをしているという心さんは、去年からクリスマスケーキを作らせてもらっていて、家族で2ホールくらい作って食べたりします。仕上げがあった時に見せてくれて、なんかもう本当プロ並み。今度じゃあお教えします。あ、いろいろぜひ。これでも一応ちゃんと資格あるのでお教えいたします。すごいですよ。ぜひ師匠よろしくお願いします。師匠ではないですけど